みなさん、こんにちは。今年も健康旅をお届けするオフィスまゆみです。はい、ということで始まりました。新年始まりまして、はい、はい、今日はですね、1月4日ですので、はいはい、ちょっと皆さんでこれからに向けてのお話を、はい、したいと思いますので、ぜひ皆さん今日の動画も最後まで見てください。はい、ということで、うん、そうなんですよ、仕事始めですね、うん、はい、はい、始めということで、みんなでなんか、はいはい、2024年の目標がある人は目標だったり、はい、意気込み、意気込みを気合入ってるタイムみたいな意気込みをいきたいと思いますので、はいはい、ぜひ皆さんもあのコメント欄であなたの、ね、意気込み聞いてみたいですよね、うんうん、はい、はい、ぜひぜひ、あと言ったら叶いますから、うんうん、書いても叶いますから、ね、ま、表明していただいて、はい、いただきたいと思います、はい、私たち表明します、はい引き合いをはい、じゃあ私からいきますね、はい、そうですね、2024年もあの笑顔のね日をたくさん増やすって言ったら、なんか去年が怒ってたみたいなんですけどあのそんなことないんですけど、心がけですね、はいはい、笑顔で、あとなんかあのこう焦ってる時ほど笑顔を忘れちゃったりするので、そういう時もやっぱ笑顔で、あのこうやっていこうと思います。はい、あの桜太郎さん、はいはい、北海道の尾形さんが言ってましたもんね、はい、寝てる時も笑顔でいるぐらい練習するって、ね、あ、すごい、本当ですね、顔の筋肉までついちゃいますから、はい、笑顔でいるってことと、そうですね、あと、まあ、まあプライベートでもそうですけど、自分のなんか、あ、これやってみたいなとか、これ買ってみたいなみたいなのはなんか、まあ、そんな大きいものじゃなかったら実現したいなっていうのは、いいですね、ありますね、そこを無視しないで、そう叶えていく、ま、そう、あ、そういえばあれ やりたかったなーで終わっちゃうんではなくて、ちょっとやってみようとか、あれ欲しかったなー、でも今こうやしあやしとかじゃなくて買ってみるみたいな、なんかそんなしたいなっていう、はい、目標で、はい、今思いつきましたので、ぜひ皆さんよろしくお願いしますって意味わかんないですけど、あの、まーちゃんはそう思ってもらったら叶うかもしれない、ね、はい、本当ですね、はい、なんかまあリアルなこれが欲しいとかあれがしたいっていうのはまたあの2024年の動画で言っていきたいなと思います、はい、たくさんしたいこといっぱいあるので、はい、買いたいものもいっぱいあるので、はい、また報告します。はい、じゃあ次、はい、じゃあ、私から行きましょう、はい、はい、素晴らしいですね、今、はい、まなちゃんが言ってくれた最後の方で、自分の、うん、私も似てて、はい、小さな希望を見逃さないようにして、はい、はい、はい、ああいいですね、同じやと大切、食べたい、あれ食べたいな、一緒だと食べたい、確かに確かに、まあでもここにあるし、これでいいや、はい、あ、まあ、ある、なるなる、はい、それをしだすと、本当にやりたいことも、はい、まあいいやになるから、日々のちっちゃいやつから叶える癖、確かに、いいですね、僕はすごい一駅先やけど行って買うとか、はい、面倒くさがらずにやってみようかなって思ってました、はい、そうですね、よかった思ってました始めるのが好きな私たちですからね、はい、そうなんです、私とまなちゃんはそうなんです、ね、はい、常になんかこう 前の面でにいろんなことを見てるんですけど、はい、見逃さずね、そうです、はい、やっていこうっていう、はい、いいですね、はい、ありがとうございます、あと、うん、去年、ダイエット部でみんなダイエット頑張ってたんですけど、はい、私もみんなと一緒やから頑張れたんですけど、あの後すっかり顔上げ部が始まったら、はいはい、体重元に戻ったのでやっぱりこう、はい、それ以降なんですよね、だからちょっともう一回ダイエットが今年は維持したいなと思ってます、いいですね、いいですね、やっぱ食べたいもの食べるからね、にも、はい、素晴らしい、はい、ありがとうございます、じゃあまゆみちゃん、はい、私はですね、はい、自分ファーストでいきたいなと思っています。おー、いいっすね同じ感じですね、はいはい、みんなもそうなんですけれども、はいはい、なかなかね、
家族がいてたら家族のためにとかね、母がちょっと介護があるので、うん、その介護のためにとか、はい、なんかそういう風に、はい、家族や介護のためとかって言ってしまいがちなんですけれども、うんうんうん、やらない宣言も確かにね、うん、することも大事なん で、ね、今日は何にもやらないとかって、うん、やらない宣言をして宣言しといたら ね、はい、周りの人が自分らしくちょっと過ごす日を作って、うんいいですね、はい、自分の趣味とかね、うん、やりたいことをちょっと優先したいなと思います、うんうん、素晴らしい、イエーイ、言っても、はい、みんな周りにいる人大人ですもんね、うん、そうですね、宣言しとけばそうよかったらちっちゃい子がいたらちょっと大変なんやけど、でもそういう時はうん、旦那さんに頼むとかもいいかもしれないですね、はいはいはい、確かにいいと思います、マジョって決めといたら、うんうん、はい、そうそうそう、はい、今日は寝る日とか、ね、一日寝る日とか、はい、自分軸でね、いいと思います、寝る、休むっていうね、ご飯は作らないとか、ね、作らないと思います、素晴らしい、ね、ありがとうございます、いいと思います、はい、ぜひ皆さんも、はい、ちょっとあやちゃん変えてもないで単独で撮ってもらおうかと思います私はとか言って特別編で、はい、じっくり皆さん聞けると思いますので、うん、ぜひ皆さんもなんかこうやって自分のこうしたいっていうのを話す、ね、まあ、お友達がいるかもしれないですけど、なかなかこうしたいあしたいってね、うん、言えない人はコメントにぜひしてもらったらいいですし、はい、これからの私たちの動画もしっかり見ていただいて、はい、はい、そういえばあれ言ってたん、はい、どうなったって言ってください、はい、よろしくお願いします、あやちゃんが、あ、かにげた、単独で撮ってもらおうとか言ってたんですけど、あやちゃんの、はいはい、2000の、はい、抱負ですね、抱負は、はい、そうですね、起きたことをすべて受け止め、うん、全部楽しいものに変えていこうと、いいですね、本当に想像が、にできないこと、うん、とかね、うん、もう思いもよらないことがどんどん今年も起きると、楽しいことがたくさん起きると思うので、うん、全部を受け止め、全部楽しもうと思ってます、はい、いいですね、はい、大切ですね、はい、素晴らしい、ありがとうございます、ありがとうございますそれだけ言いに来ました締めにかかっておりましてありがとうございました、ありがとうございます、はい、じゃあ皆さんも、はい、ぜひ自分のね目標だったり夢だったり、はい、楽しいことコメントでお待ちしております、はい、はい、2024年もオフィスまゆみをよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、皆さん今日の動画いかがでしたか、ここからは大西真由美の、大開運シールについてのお知らせをさせていただきます、はい、商品をね毎月買ってくださる皆様に、オフィス真由美からこちらのひとりさん直筆大開運シールというのをプレゼントしております、今月のシールはこちらの3枚となります、見えるでしょうか、こちらの3枚をプレゼントしております、人生って楽しいことばかりじゃないけれど、苦しいこと、辛いこと、乗り越えた時、ほっとした時にいつも心に浮かぶのはお母さん、私を産んでくれてありがとうっていうね言葉ですっていうね、このシール、はい、そして自分に足りないものを褒める努力ということでね、こちらのシール、そして頭がどんどん良くなる自分が大好きというね、こちらのシールです、こちらの3枚を皆様にプレゼントしておりますので、ぜひぜひ、皆さんゲットしてください、という大開運シールがもらえるよというお知らせをさせていただきました、大開運にちなんで、大西真由美から皆様に、大開運のうちでの講座をさせていただきます、この動画を最後まで見てくださった皆様なら大丈夫、せーの、なんとかなる、なんとかなる、なんとかなる、はい、これで2024年あなたの運勢は間違いなく良くなります、ということで今日は最後まで見ていただきありがとうございました。